国鉄滝3800系貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式は、1964年2月26日から1969年1月23日に、かけて製造された、35トン積みセメント専用の、貨車である。日本車両製造で8両、富士車両で7両の合計15両が製造された。 記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。前者が、宇部公山所有の私有貨車で、芝浦駅、博多港駅、苫小牧駅、小名浜駅などに、常備されていた。回転と出装置付きのものは、北太駅から、帯広駅、広駅、苫小牧駅から、ピップ駅、阿蘇路駅、帯広駅、様似駅、博多駅から、 長崎駅、昭和町駅から、鯖駅の間で運用されていた。セメント貯蔵設備などの地上設備のない駅で、直接セメントバラ積み用のトラックに荷役するための各種装備を有する。タンク帯は、大枠中央に向かって緩やかに傾斜し、半円筒状の上半部と平面の下半部で構成される、かまぼこ形のタンク断面を有する。積み込み口は、 タンク帯上部に2箇所、タンク帯上部中央の両側に取り下ろし口を装備する。2役はエアスライド式とスクリューコンベアを併用して行われる。エアスライド式とは、セメントを取り出す際にタンク下部から空気を吹き出し、タンクとセメントの間に薄い空気の層を作って、セメントを取り下ろし口に向けて移動させるものである。エアスライド式により、 タンク底部の中央下部に集められる。そこから、縦型のスクリューコンベア2本によりタンク帯上部に集められ、左右の取り下ろし口から排出される。エアスライドに要する、空気源確保とスクリューコンベア駆動のため、車体下部にガソリンエンジンを搭載している。これにより、外部の動力源によらずとも、二役作業が可能となった。 小滝3804から小滝3814までの11両にはトラックへの積み込みをさらに簡単にするため取り下ろし用回転突出装置が設置されている。これにより、貨車の横にトラックを横付けしての二役が可能となった。この装置が設置された車両は専用貨車に準じた扱いとなり、 運用区間を車体に表記し、運転時の回転突出装置の扱いなどが徹底された。車体色は黒色。寸法関係は、全長は1 1 5 0 0ト、mm、ル全幅は2 7 0 0ト、mm、ル全高は3 8 8 0ト、mm、ル台車中心間距離は7 4 0 0、mm、トル、自用石は3 1八立方メートル、自長は1 8三トン。 換算量数は、赤車 5.5, 空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であった。1983年10月25日に最後まで、在籍した8両が、廃車になり、同時に、形式消滅となった。各年度による製造会社と、量数、所有者は次の通りである。 日本車両製造では本形式の他にも小規模輸送に最適化したセメント専用車を製作している。本節では主な形式を記述する。かまぼこ断面のタンク帯を装備する30トン積セメント専用タンク車で1963年5月10日に10両、1966年12月19日に10両が製作された。 多機9 6 0 0系のうち、1966年製の重量を1967年頃に、改版した形式で、一部の車両には、スクリューコンベアが設置された。日本車両製造が開発し、セメント専用発破車の事実上の標準形式となった、補機5 7 0 0系の設計をもとに、直接2役用のスクリューコンベアを追設した、形式である。 1967年に8両、1968年に14両が製作された。ありがとうございます。